話作ってないか。そうか。大丈夫じゃないのか。ひどいよ。お腹すいたよ。今日二人だから美味しいもの食べれると思って我慢してたのに。ひどいよ。お腹すいた。えへへ、おいちい。これも食べていい？おう。へぐへぐ。こんなにお腹を空かせているのに、どうして帰ってきてくれないんだろうって思ったら、ハラハラ涙が出てきて、グーグーお腹が鳴って。えへへ。源、くけ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 。源、起きてくれよ。頼むよ。くけ
ダメか。くそ、肝心な時にロボットはどこ行ったんだ。どうしよう、誰を起こしたらいいんだろう。源、頼むよ、起きてくれよ。どうしよう、出ちゃうよ。誰か起きてよ。平野、起きてくれるかな。平野、別に大したことじゃないんだ。おい、ちょっと外行きたくないか。学校の中歩きたくないか。歩きたいだろう。ここでじっとしてろ。絶対動くなよ。うるさい、トイレなんかじゃない。あそこに行ったら思い出せると思ったんだよ。私は怖くないぞ。却下。起きてたのか。あいつそんなに早いのか。そうか。平野、なんでも。眠いだろ。お前っておせっかい焼きだな。バカ。Thank you.
早朝、私は屋上にいて風を浴びていた。まだ平野と源は寝ているだろう。昨日は記憶喪失は起こらなかった。多分あそこに行かなかったからだと思う。薄暗いところや暗くて密閉したところに行くと時々記憶喪失が起こる。いつからそんな風になったのかはっきりはしないけれども、小学校に上がった時にすでにあったのは覚えている。昨夜はあれから全然目が覚めなかった。途中まで平野と喋っていたのは覚えているけど、それからの記憶がない。お礼を言うの忘れちゃったな。おトイレのことで何か言うのってやっぱり恥ずかしいもんな。私って可愛げのない女だな。源の方がよっぽど可愛げがあるもんな。私はどこにも隙がないから嫌だな自分。どうして記憶喪失治らないんだろう。いっぱい平野に迷惑ばかりかけて。行ってみようかな。ちょっと怖いけど。また記憶喪失になったらどうしよう。行こう。膝が鳴ってる。怖いよ。やっぱり怖いよ。怖いよ。怖いよ。結局戻ってきちゃった。どうして怖くなっちゃうんだろう。どうして記憶喪失になっちゃうんだろう。お料理作ってこよう。お前か。いいよ、私がやるから。うるさい。
嘘つけ。バカ。源氏先輩とユイトが当番だと食生活豊かになるね。どっちでもおいしい。いいな、毎日ユイトと先輩が作ってくれたらいいのに。お母さんいつも電子レンジでチンだもん。私のところもそうだな。お前のところはどうなんだよ。そうか、そうだったな。合宿が終わったら先輩も一緒にユイトの家に遊びに行きません？そうだな。